こんばんは。それは私のセリフだよ。最近、毎日ずっと遅い時間まで何か作業してるよね。嘘。夜遅くまで電気ついてるの知ってるんだから。朝、いつも眠そうにしてるのに。でも、今のあなたはすごく充実した顔してる。前みたいに悩んでる感じじゃないから、そこはちょっと安心なの。だって幼なじみだもん。ねえ、今は何に夢中になってるの？それなら夢中になっちゃうよね。でも、あんまり無理はしないでね。心配なの。あなたって本当にスクールアイドルが大好きなんだね。気持ちはわかるよ。え？それは聞こえてるよ。急に私のことを言われたからびっくりしちゃって。今までスクールアイドルみんなの話をしてたのに。そういうこと言うのずるいよ。ううん、なんでもない。私、もっともっと素敵なスクールアイドルになるから、ずっと見ていてね。ああ、そうなの？なになに？気になる。今聞きたい。それはあなたが寝不足になっちゃうからダメ。明日聞くの楽しみにしてるね。ついに来ましたか。かすみんの魅力を全世界に発信するこの時が。それでどんな企画ですか。かすみんのお悩み相談ですか。かすみんチャレンジですか。かすみちゃんチャレンジってどんなことやるの。毎日の予習復習チャレンジはどうですか。かすみさん、この間のテストも赤点ギリギリって。ちょっとしおこ、それはなし。かすみんはもっと可愛いチャレンジするんだもん。大阪しずくの演劇チャレンジというのはどうでしょう。どんな役でも体当たりで演じます。チャレンジはアクアがやったんだから、それ以外がいいよ。ミア・テイラーのベースボール大解説にしよう。ランジュ大解説の方がいいわよ。だってみんなランジュのことが知りたいでしょ。解説か。じゃあ私は美味しいパン屋さんをみんなに教えてあげたいな。それじゃあ、エマが紹介したパン屋さんで食べ過ぎた子には私が特別なエクササイズを教えてあげようかしら。アイさんは眺めのいいランニングコース紹介したい。紹介でしたら、私は熱くなれる小説やアニメを。熱くなった頭をリラックスさせるかなたちゃんのスヤスヤ講座。りなちゃんボード講座やりたい。
画の説明、ちゃんと聞こう。あ、そうだね。ごめんごめん。つい突っ走っちゃったよ。それで、企画の内容は？あなたの夢中を教えてください。夢中なもの、スクールアイドルですかね。それ以外で夢中なものということですか。スクールアイドル以外か。自分たちの原点ですか。わかるような気がする。ミューズの PV もアクアの PV もただすごいって感じじゃなかった。確かにそうね。グループとして積み上げてきたものが詰まっていたと思うわ。そういう部分が現れていたからこそ、あんなにも心に響く PV になっていたのですね。あなたは、そうすることが私たちの PV 作りのヒントになると思ってるんだね。私は、いいと思う。私も改めて自分のことについてちゃんと考えてみたい。かすみも賛成です。かなたちゃんもいいと思う。やりましょう。ベイビーちゃんにしてはいいアイディアなんじゃない。ランジュは張り切って振り返るわよ。ランジュにとっての始まりは虹学のみんなを見たスクールアイドルフェスティバルなんだから。何？いいと思います。でしたら皆さんにも歌ってもらえないか相談してみませんか。ならいっそダンスも踊ってもらっちゃう。うん、虹学全員が主役の PV になるね。楽しそう。いいわね。私は賛成よ。私も。会長、ファイル整理終わりました。お疲れ様です。こちらもちょうど終わりました。時間ぴったりですね、会長。時間？ああ、そういえばもうそんな時間ですね。そろそろ皆さんお見えになる頃かと。どうぞ。失礼します。しおりこさん、お仕事終わった？たった今終わったところです。すぐ着替えるのでちょっと待ってくださいね。はいはーい。かすみちゃん、りなちゃん、マット敷くからちょっと抱いて。さつき、今日はこのポーズを試してみましょう。みんな、今日もビシバシ行くからね。では皆さん、まずはあぐらをかいて呼吸を整えましょう。深く吸って、ゆっくり
で吐き切って、意識をヨガモードにするよ。まずは基本ポーズです。子供のポーズからいきますよ。正座に座り直して、深く息を吸って、吐きながら手を前に伸ばして、前屈。気持ちいい。まだまだ余裕。次は三角のポーズです。足を肩幅より大きく開いてください。息をゆっくり吐きながら、体を倒して、そうそう、いい感じ。このポーズ、ウエストが細くなるんだって。そんな効果もあるんですね。皆さん、余裕ですね。みたいだね。じゃあ、もう少し難しいの言ってみよう。鳩のポーズ。あぐらの姿勢から手ついて、右足を後ろに伸ばす。後ろに伸ばした右足を右手で掴んで体に引き寄せます。はい、ぐっと胸を張って、体幹が強化されますよ。これも気持ちいい。じゃあ次はねじりのポーズ。ちょっと苦しい。皆さん、今日は上級ポーズに挑戦してみましょうか。カラスのポーズ。ちょっとこれは。ういえい。はい、ここまで。皆さんお疲れ様でした。疲れた。汗でびっしょり。カラスのポーズ全然できませんでした。私も。でも何事も練習だよ。頑張ろう。ねえねえリナ子、体柔らかくなったんじゃない？ちょっとだけ前屈を深くできるようになった。リナちゃんボード、おい。リナちゃんだけじゃなくて、みんなすごい上達してるよ。そうですね。上級は難しくても、中級はかなりできるようになってきましたし。なんだか私、ヨガにハマってしまったみたいです。私もです。うずきさんとさつきさんのおかげですね。会長、私たち最近勉強を始めたんです。勉強ですか？はい、美容について学んでいまして、今はヨガを研究中です。会長の役に立てたらと思って。会長がスクールアイドルとしてさらに輝き、あの結城せつなさんを追い越すためには美容も大切な要素かと。素のままの会長もとっても素敵ですが、ビューティー要素もプラスされれば無敵です。せつなさんを超えるなんて。でもありがとうございます、うずきさん、さつきさん。では会長、早速ヨガのレッスンをしましょう。ここでヨガをやってるしおこを見たときはびっくりしたよ。汗だくでうんうん言っているところを見られてしまいましたから。それでかすみちゃんが「秘密特訓ずるい」って言って仲間に入れてもらったんだよね。仲間に入れてもらってよかったよね。部活前のウォーミングアップにもぴったりだし、体のラインも変わった気がするんだ。あの、皆さんに相談したいことがあるんです。
どうしたの？あなたの夢中を教えてくださいの動画作りなのですが、4人で一緒にやりませんか？ヨガの紹介動画を作るの？ヨガだけではなく、ビューティーに夢中ということで、この4人で動画を作ってみたいんです。ビューティー、興味すごくある。リナちゃんモード、ワクワク。うん、私、メイクの勉強もしてみたいと思ってたの。それもビューティーだよね。ええ、一緒に動画作りをしてもらえますか？もちろん、カリン先輩がびっくりしちゃうようなの作っちゃおう。気持ちいいよね。ほんとだね。まさかこんなにハマるなんて思わなかったよ。ヨガを始めてから体も柔らかくなったし、ボディラインも引き締まったし、最高だよ。ますます可愛くなっちゃうって言わなくていいの？じゃあご希望にお答えして、かすみんますます可愛くなっちゃう。でも本当に可愛くなってるよ、かすみさん。当然、かすみんは一番可愛いし、もっともっと可愛くなりたくてスクールアイドルを始めたんだから。スクールアイドル中須かすみの一番の武器は可愛さだもん。それと、実はもう一つ、かすみにはすっごいすっごい秘密の武器があるの。え？何それ、聞いたことないよ。聞きたい？聞きたい。えへへ、どうしよっかな。
先輩がそう言ってくれるならそれでいいです。ダイヤモンドは可愛くて強いかすみにぴったりですね。でも強いっていう意味は他の子には内緒ですよ。かすみんと先輩の秘密にしてください。やっぱり秘密。これはスクールアイドルかすみんの重要な秘密だからね。ライバルには教えられないの。でも次の1年生のお泊まり会で話しちゃおうかな。いや、やっぱダメかな。かすみさん、声がすっごくニヤニヤしてる。教えてくれなくていいかも。聞いてよ。はいはい、じゃあ次のお泊まり会でね。おやすみなさい。おやすみ。久しぶりに思い出しちゃったな、あの時のこと。先輩はかすみんのこと初めて会った時から分かってくれてたんだよね。そんな先輩が魅力的だって言ってくれるから、かすみんはどんどん可愛くなれるし、どんどん強くなれる。うん、今日のかすみんもとっても可愛い。さんの秘密って何なんだろう。秘密なんて言ってたけど話したそうだったな。次のお泊り会の時に聞いてあげないとね。でも秘密の武器か、ちょっと羨ましいかも。私の武器は一つ、演じることだけだから。だけど、演じるしかない。演じたいしか私にはないんだって思ったんだもの。ねえねえ、しずこはなんでスクールアイドル同好会に入ったの？しずこ？しずく、だから、しずこ。かわいいでしょ？かわいいのかな？しずくでもしずこでも3文字だから、しずくのままでも。かわいいの。それにかすみ、お友達にはニックネームをつけるって決めてるんだ。よろしくね、しずこ。うん、よろしくね、かすみさん。あと、私が同好会に入った理由はね、スクールアイドルの人を引きつける魅力の秘密を知りたいからだよ。それが分かれば、私のお芝居はもっと素敵なものになると思うんだ。お芝居？ドラマみたいの？うん、ドラマも映画も舞台も全部。私、将来は女優になりたいの。スクールアイドルはそのための。二人とも、せつなちゃんが今から一曲通してやってみてくれるって。早く来ないと始まっちゃうよ。どうでしょうか。すごく素敵だったよ、せつなちゃん。せつなちゃんのダンス、いつ見ても惚れ惚れ。私たちもこのダンス踊れるようにならなきゃね。今はお試しなので一人でやりましたが、皆さんとやるときのフォーメーションはもう考えてあるんです。かすみさんとしずくさんという期待の新人が入りましたし、全員が主役になれるようなフォーメーションを考えました。かなたちゃん踊れるかな。
私も頑張らなきゃ。聞いた、しずこ、かすみんたち期待の新人だって。せつな先輩のパフォーマンスちょっとすごすぎだけど、かすみんたちも頑張ろうね。あれ、しずこ？あ、ごめん、何？どうしたの？ぼーっとして。せつなさんのパフォーマンス見たら、なんだか動けなくなっちゃった。しずくちゃん、リラックスだよ。確かにせつなちゃんはすごいけど、かなたちゃんたちの頼もしい仲間なんだから。はい。確かに頼もしいです。身近にこんなすごい人がいるなんて。さっきのパフォーマンス、一瞬で目を奪われました。あれは、歌い出しの腕の振りが視線を誘導してるからなんでしょうか。ううん。それとももっと前の振り向き？あ、ダメ、わからない。せつなさん、今のもう一度やってもらえませんか？動画で撮らせてほしいんです。そして研究したいんです。そう、私には演じたいしかない。せつなさんのパフォーマンスは圧巻だった。演劇のためにスクールアイドルをしたい、なんて言ってたら届かないくらい。すべてをかけなきゃ、隣に並ぶこともできないんじゃないかって感じた。それでも、せつなさんを超えるようなスクールアイドルを演じてみたいっていう欲求が勝っちゃったんだよね。私は、せつなさんを超えるスクールアイドルを演じたい。やっぱり、私にはそれしかない。私の武器は、一つでいいの。おはようございます、先輩。なんだか早く目が覚めてしまって。大丈夫です。それより、ちょっとだけ話を聞いてもらえませんか？先輩が言っていた、どうしてスクールアイドルに夢中になったのか、なんですが、昨日思い出したことがあったんです。同好会に入りたてで、まだグループでの活動をしていた頃、せつなさんのソロのパフォーマンスを見せてもらいました。その時、私はいつか、せつなさんを超えるスクールアイドルを演じてみたいって思ったんです。演じるということは、フェイクかもしれません。ですが、私が目指すのは、演技のその先にあるもの。演じる人物そのものになって、その人生を生きること。最高のスクールアイドルを演じる私は、最高のスクールアイドルとして生きているということなんです。先輩、私の原点、そして力の源は、やっぱり演じたいという気持ちです。これが、スクールアイドル大阪しずくです。こんな私のままでも、応援してくれますか？船しおり子です。今日は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会1年生がハマってるビューティーを紹介します。私たちは今
ビューティーを追求しています。生徒会の初期をやってる宇月さんとさつきさんから教えてもらったヨガがきっかけ。はい、お二人にレッスンをしてもらっているんです。みんなでヨガをやる動画も後で撮影予定なんですけど、今日はみんなでビューティーショッピングするところを見てください。だって今日はずっと楽しみにしてたリップの発売日だから。かわいい、たくさんあって迷っちゃうね。あなたの色に変わります？これ何色になるの？自分の唇の水分量で色が変わるみたいですね。ってことはカスミンだけの色になるってこと？わー欲しい。今日はオレンジリップを買いに来たんじゃないの？あ、そうだった。カスミンいつもは可愛いピンクとかなんだけど、オレンジもいいなと思って。いつも元気なかすみちゃんにぴったり。そうですね、試してみたらいかがですか？しおくんも一緒に試そうよ。私ですか？いえ、私にお化粧はまだ早いのではないかと。そういうこと言われるとお化粧してあげたくなっちゃうな。しおりこちゃん、しずくちゃんのお化粧はたまにすごい。舞台メイクをすることが多いからね。私かすみさんと一緒に試します。こちらの一番薄いピンクをどうでしょうか？ああ、いいじゃん、しおくん。かすみほどじゃないけど、かわいい？うんうん、似合ってる。ティナちゃんボード、ワンワン。すっごく素敵だよ、しおりこさん。ありがとうございます。買い物もできちゃいました。いい匂いのフェイスパック使うの楽しみ。カスミンリップだけのつもりだったのにいろいろ買っちゃったよ。私カスミさんとお揃いのリップが買えて嬉しいです。しおくん、またお揃いの買おうね。はい。うん、それまでに難しいポーズできるよう頑張る。カラスのポーズですね。あれは難関です。まあまあ、それは後で考えればいいじゃん。ファミレスに来たってことはカスミンとリナコのオリジナルジュースでしょう。私紅茶系がいいな。任せて。しずこ、食べ過ぎじゃない？かすみんたちビューティーを極めてるのに。あ、そうかな。カニクリームコロッケにチーズカレードリアって、だって選べないんだもん。かすみさんのチキンステーキセットだってエビフライとポテトついてるじゃない。かすみん、エビフライは絶対食べたいんだもん。あとポテトも。お二人とも、お野菜もちゃんと取った方がいいですよ。ポテトは野菜だし？確かにそれはそうですが。あ、リナさん、もういいんですか？うん、お腹いっぱい。みんな、よかったら食べて。BLT サンド、まだ残ってるよ。お野菜だから私もらおうかな。かすみんも。いいよ。はい、どうぞ。
リナさんはもう少し食べた方がいいですよ。このレンコンのつくね、シャキシャキして美味しいんです。一口だけどうですか？優しい味がする。ありがとうリナちゃんボード、ペコリン。このキュウリと塩昆布のお漬物もさっぱりしますよ。はい、リナ子ばっかりずるい。カスミンにも。じゃあカスミさんはカニクリームコロッケだよ。はい、あーん。やったー。ほっぺがもちもちしてる。もちもち。かすみちゃんが勧めてくれたフェイスパック、すごい。なんだか顔色が明るくなると元気に見える。チークも買えばよかったな。こんな私の中にいたんだ。スクールアイドルを始めてから知らない私ばっかり出てくる。いろんな人が知らない私を私の中から引っ張り出してくれてる。ありがとう。前より苦しくなくなったから伸ばした。わかるの？嬉しい。私の曲、聞きたい。楽しいメロディー、踊りたくなっちゃう。歌詞って私の気持ちのことだよね。私はどんなことを伝えたいのか。たくさんあるけど、うまく言葉にするの難しい。今私が一番思ってることって楽しいってことなの。今まで挑戦しようなんて思わなかったことに挑戦し、部活に入るなんてことも思ってなかったし、同好会のみんな、それに愛さんやあなた、みんなが私と話してくれて楽しい。この間、かすみちゃんとしずくちゃんとジュース買って飲んだ。同い年の友達とそういうことしたの初めてで楽しくて。みんなにとっては普通のことかもしれないけど、私には全部難しいなって思ってたことだった。それがスクールアイドルを始めたら全部できちゃったんだ。こういうチャレンジができたのも愛さんとあなたのおかげ。愛さんが私に話しかけてくれて、あなたがスクールアイドルやろうよって誘ってくれたから。脱線しちゃった。ごめんなさい。歌詞のお話だったのに。もっと？あゆむさんと一緒にゲームして楽しかった。それに柔軟もあんなにできなかったなんて知らなかった。そういう自分が知らない自分がいるのも
楽しい。あなたとお話しするのも楽しい。一日中ずっと楽しいよ。私の原点は、愛さんが私とつながってくれたこと、そしてあの子が私に世界の広げ方を教えてくれた。愛さんとあの子のおかげで、私は今こんなにたくさんの人とつながることができてる。私にとって一番大事なこと。なんかあの子と話したくなっちゃった。今の気持ち聞いてほしいの。あ、その前にかすみちゃんたちにメッセしよう。やっぱりチークも欲しいから、また付き合って送信。わあ、返信早い。かすみんおすすめのチークだよね。さすがかすみん、見る目あるな。りなさんも買うなら私も買おうかな。私も欲しいです。じゃあ明日学校帰りに行こう。明日学校行くの楽しみ。早くみんなに会いたいな。カラスのポーズを練習したくて。はい。この前あなたが言っていたことについて少し話せませんか？原点に立ち戻って、それぞれの魅力、武器をもう一度見つめ直すということについて考えてみました。ですが、そもそも私にはそういう原点というか、武器というか、そういったものが思い当たりません。私がスクールアイドルになったのは、スクールアイドルフェスティバルにかける皆さんの思い、信念に心を揺さぶられたからです。今はこんな私でも誰かの力になれたら、誰かが幸せになるお手伝いができればと願ってはいます。なのに、具体的にどうしたらいいのかはまだわからないんです。考えれば考えるほど、私はスクールアイドルとして未熟だと思い知らされます。こんな私では。え？そうでしょうか。会長、今日は同好会の方に行かなくていいんですか？スクールアイドルファンサイトの記事の動画作らなきゃいけないんですよね。今日はいいんです。動画は次の休みの日に撮ることになっていますし、今日は生徒会の仕事をしようと思っていたのですが、なんだか片付いてしまいましたね。部活動や委員会の方との会議もないんですね。では明日の仕事をやってしまいましょうか。会長、もしよければ会長のスキンケアをさせてもらえませんか？え、スキンケアですか？実は私とさつき、コスメ検定を取ったんです。コスメ検定？はい、と言っても一番簡単なのですけど。会長、待っていてください。すぐにメイクアップ技術の検定や
ビューティーフードアドバイザーなどの資格にも挑戦して、会長のお役に立ってみせます。役に？それは私のために？もちろんです。会長が結城せつなさんを超えるスクールアイドルになるために、私たちもお手伝いさせていただきたくて。って最初は思ってたんですけど実は美容についていろいろ調べ始めたらハマっちゃいまして。ええ、ヨガの他にピラティスなんかにも手を出してしまったり。うずきと二人で何かにこんなにハマるのも初めてだし、なんか楽しくなっちゃったんですよね。将来そういった道に進むのもありかもなんて思い始めたくらいですね、さつき。うんうん、それは素敵ですね。うずきさんもさつきさんも細かいところまでよく気がつく性格ですし、適性があると思います。でしたらパーソナルカラーや骨格診断の資格も一緒に取ってはどうでしょう。あ、そっか、そうですよね。パーソナルカラーが分かるとメイクの色選びが正確にできるんだ。ありがとうございます、会長。いえ、頑張ってくださいね。心から応援しています。それが私たちの力のもとなんですよ、会長！さつきの言う通りです。そもそも私たちがこういったことに興味を持てたのは、会長を見ていたからなんですよ。私を？スクールアイドルである会長のパフォーマンスを見てると、なんだか自分も何かに挑みたくなってくるんです。それと同時に、安心感も覚えます。支えられているというか、応援してもらえているというか。すっごくやる気が出るんですよね。ええ。私たちは会長のためにもっともっとビューティーを極めるんだからって気合が入ります。うずきさん、さつきさん。会長！私たち、変なこと言っちゃいました？いえ、違うんです。すみません。これは、その…嬉しかったんです。会長！お二人とも、ありがとうございます。私、自信が持てました。しおりこです。かすみんたちのビューティー動画なんですけど、この前のだけじゃ全然足りないのでもう一本作っちゃいますよ。今みんなで挑戦してるヨガの話もしたいと思ってます。私はネットで見つけたすごい美容器具の話したい。美容に関する資格について語りたいです。いっぱいあるね。じゃあどれから話す？じゃあヨガの話から。私ハラスのポーズができるようになったな。すごい。私まだできてない。私もできるようになりました。重心のコツさえつかめればできると思います。かすみさんはできた？リナコの見つけた美容器具の話聞きたいな。任せて。このページ見てほしい。ああ、見たことのない機械ですね。
世界のトップモデル御用達の超高性能美容器具だって。いいな、欲しい。待って、値段ゼロの数が1、2、3、4、5、6。さすがにこれは。そう、だから私作ってみる、同じような機能のやつ。え、作れるんですか？楽しみにしてて、リナちゃんボード、キラリン。作って作って。しおりこさんが言ってた支度っていうのはどんなものなの？美容に関する支度は様々なものがあるということが分かったんです。私たちでも取れそうなものもありますし、これを機に学んでみるのもいいかと。カスミン、ファッションの資格とか興味あるな。ビューティーにこだわるようになって、もっともっとおしゃれを楽しみたいなって思ってるんだ。だけど今どうしたんですか？ちょっとポチャっとしちゃった。ヨガやってるから大丈夫かなって思ってたんだけど。かすみちゃん、何があったの？食べ過ぎちゃった。だってだって、今だけ限定で出てるすっごい美味しいスイーツなんだもん。限定だから今のうちに食べなきゃいけないんだもん。日頃から運動していますから、少しくらい食べ過ぎてもいいと思います。夜は控えるなど、時間だけ気をつけてみては？夜、食べちゃう。それはダメだよ、かすみさん。我慢しなくちゃ。わかりました。いい機会なので、みんなで食生活全般を見直してみませんか？食生活全般。最近、ミヤちゃんとハンバーガーばかり食べちゃってるかも。私は大丈夫じゃないかな。家だと和食中心だし、寝る前6時間は食べないようにしてるし。しずくさんは最近よく飲むドリンクのホイップクリームを増量してましたよね。何事も摂取しすぎは体に毒です。はい。そうだ、しばらくの間食べたものを記録しませんか？レコーディングダイエットって言うんです。食べたものをメモすればいいの？はい、自分がどのくらい食べているかを把握することが大事なんです。できればそのメモをみんなで共有できるとよりやる気も出そうですね。それなら私アプリ作る。食べたものを入力すればカロリーも自動入力されるようにする。これは思わぬ動画になってしまいましたね。本当ですか？嬉しいです。カスミンのおすすめコスメに間違いはないですからね。当然ですよ。みんな、今日のお弁当食べちゃう前にアプリに入力しないと。そうだった。今日は五穀米のおにぎりとチキンソテー、ししとうの素揚げ、プチトマト、小松菜とじゃこのおひたし。私は野菜サンドと牛乳。私はひじきご飯にサバの塩焼き、軸膳にきんぴらごぼうです。みんなヘルシーだけど、カスミンのが一番だと思うな。ほら、サラダ。グフフフ、カスミンだけすごい痩せちゃうかも。じゃあみんなに食べてもらおうと思って持ってきたマクロビクッキー、カスミさんはいらないかな。やだ、カスミンも食べたい。
よかったです。こちらで打診していた委員会も同じく OK でした。嬉しいことですね。ダンスの練習は私たちが教える形でいいでしょうか。先に動画も送っておきましょうよ。それで練習してくれる子もいるかもしれないし。見ただけで踊れちゃう子もいるかもしれないね。そうね。小さい時憧れのスクールアイドルのダンスの真似して遊んでたの思い出しちゃうな。私、ダンスを覚えるのが苦手な子のお手伝いをしたいな。私も最初は苦労したから。私、焼き菓子同好会のみんなのとこ行きたいな。みんなまとめてランジを見ればいいのよ。ランジをそのまま真似すればいいんだから。早いでしょ？ランジは派遣しない方がいいね。まあ、いくらランジが上手すぎるからって遠慮しなくていいのに。しずこは演劇部のみんなに教えるの？うん、そうしたいな。おうちの部員は完璧。へえ、かすみん出る幕なしですか。いや、ぜひダメ出しをお願いしたいんだ。同好会のみんなから見たら私たちは全然ダメだと思うし。振りだけ上手くてもダメだろ。むむ、深いですね。バスケも同じだからね。いくらフォームが良くても点が入らなきゃ意味ない。そういうことさ。わかりました。カスミンが最高に可愛いダンスを教えます。受けて立つよ。さすが演劇部、覚えるのすごく早い。ふふ、これが虹学の演劇部の力だよ。しずく、りなちゃん、今のどうだった？できる限りもらった動画を再現したつもりなんだけど。素晴らしいです部長。私、演劇部の皆さんのことを誇りに思います。ありがとう。せっかく私たちも虹学の代表として PV に出させてもらうんだから、半端なことはしたくないんだ。こんなに踊れるならもう少し欲張りたい。遠慮なく言ってよ。しずくちゃん、フォーメーションもっと合わせよう。演劇部のみんなならできる。そうだね。先輩、今から私たちがやってみるので見ていてください。テニス部も陸上部もいつでも撮影できる状態ですよ。科学部と美術部、それに焼き菓子同好会も。他の皆さんが言っているところもいい感じです。この PV すっごいすっごい話題になっちゃいますね。だって虹学のみんなが主役なんですから。もちろんです。他に教えに行くことで私自身もやる気をもらいましたから。ええ、いつも以上に練習に熱が入りましたよね。いつでも撮影できますよ。ちょうど衣装もある。先に撮っちゃう？カスミンたちのパーフェクトなパフォーマンスを見たらみんなもっともっとやる気出ちゃうかも。
ましたか？かすみ、戦力出しすぎて立てられない。